さて、イベ後半だけど、クリアできるかな？ドキドキ。おめでたいですな。これが王の意向だ。ご主人を私のものにするには、やっぱ押して押して押し倒すのが効率的かな。終わったよね。じゃあ帰ってもいいかな。ボスか。さすがエルフ、魔法耐性ある。私か。行くぜ。私ここを守るわ。燃えろ。トラップ設置だ。ここは通行止めだ。氷の刃で。では指示を出せ。こっちだ。
バカ野郎。一人も残さん。ワオライフセービングワン。リーサルインフェルノ。燃えろ。やる。応援一戦。氷の刃で私に任せて。かかってこーい。みんなしびれちゃえ。仕方ないの。相手をしてやるのか。リーサルインフェルノ。燃え一戦。本気で行くな。氷の刃で。こっちだバカ野郎。やるわ。リセイ。ビビッといくよ。燃えろ。みんなしびれちゃえ。氷の刃でビビッといくよ。リーサルインフェルノ。やるわ。応援一戦。こっちだバッグーラー。燃えろ。氷の刃で本気で行くのじゃ。みんなしびれ。ビビッと行くよ。ビビッと行くよ。リーサルインフェルノ。グーラー。応援一戦。燃えろ。やるわ。氷の刃でビビッといくよ。わお、こっちだ。リーサルインフェルノ。ビビッといくよ。応援一戦。みんなしびれ。ビビッといくよ。ビビッといくよ。燃えろ。氷の刃で本気でいくのじゃ。リーサルインフェルノ。応援一戦。勝利の外貨を我に捧げよう。門、はい。いらっしゃいです。ゼロ、ボイスロイドが好きな一人が来場しました。
そう言ってるエルフ長さんの格好もそうなんじゃって突っ込んでみる。ゼロ、ウマ娘、プリティダービーが好きな一人が来場しました。あくまで冷静に対応するエルフ長。ゼロ、レトロゲームが好きな2人が来場しました。勇者なのに気燃やすのね。私か。行くぜ。私ここを守るわ。いや、もえどりゃそりゃあ、ワオー、ライフセービング、ワオー、ワオー、森の刃で、ワオー、トラップ設置だ。ここは通行止めだ。やるわ。では
燃えろ。ご主人、困るの。氷の刃で。指示を出す。取り物子さん、仕方ないの。相手をしてやるのじゃ。リーサルインフェルノ、わお、猛炎一閃。本気で行くの。私に任せて。燃えろ。氷の刃で。トラップ。リーサルインフェルノ、ここは通行止めだ。猛炎一閃。もっとにゃー、やるわ。こっちだバカ野郎。氷の刃で。どにゃ、リーサルインフェルノ、わお、わお、猛炎一閃。燃えろ。本気で行くのじゃ。氷の刃で。リーツ、やるわ。こっちだバカ野郎。燃えろ。氷の刃で。リーサルインフェルノ、猛炎一閃。わお、わお、わお、燃えろ。わお、本気で行くの。氷の刃で。リーサルインフェルノ、こっちだバカ野郎。猛炎一閃。燃えろ。どにゃ。氷の刃。インフェルノ、わお、猛炎一閃。では、わお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 、そろそろ6倍速くらいまで実装してくれんかの。上手な人ならその倍速でもできそうだけど、私は無理だ。わら。
勢揃いだ、わら。私か。和光佐野さん、十五へのレス。佐野さんいらっしゃいませ。行くぜ。私ここゼロイースが好きな一人が来場しました。いらっしゃいです。燃えろ！トラップセッチだ！コアン EX は難しいぞ。大丈夫？ドリャー！佐野さん！ドリャー！ワオー！ライフセービングワン！ドリャー！ここは倒産。仕方ない。手伝って。ワオー！ふっ！ワオー！やるわ！ワオン、こっちだ、バカ野郎。ここがお前の墓標になる。指示を出せ。一人も残さん。燃えろ！氷の刃で。リーサルインフェルノ。猛炎一閃。みんなを守るな。やるわ。ほら、ここがリサルインフェルノ。なんとなくここが EX トラップになる予感が。行ってみてからのお楽しみ、佐野さん。終了まであと5分なのです。30分延長しました。ここはお前の墓標になる。ガクガク。こっちだ、バカ野郎。燃えろ。氷の刃で。うらわお。わお。よっしゃ、やるな。リーサルインフェルノ。猛炎一閃。氷の刃で。ここがお前の墓標になる。こっちだ、バカ野郎。ふっ。リーサルインフェルノ。ふっ。猛炎一閃。やるわ。燃えろ。氷の刃で。わお。みんなを守るな。わお。リーサルインフェルノ。ここがお前の墓標になる。猛炎一閃。燃えろ。氷の刃で。こっちだ、バカ野郎。やるわ。リーサル。ワオ。みんなを守るな。ワオ。
余がいるのだ。当然だ。ファンザ版だと進出シーンになるスサノオさん。ロエ。たまに入るイベント後半の進出支援、スサノオさん。怖いですね。通常版なら安心。多分ね、スサノオさん。さっきの後、寝室シーンだったのね。だね、スサノオさん。そういえば、新しく事前登録ゲームが増えてた、スサノオさん。見たい人は自分で見てね。なんだろう。一気に変わった、わらわら。何があったんだろうね。性格180度曲がってない、スサノオさん。もはや洗脳であるスサノオさん。よほどさっきの寝室ですごいことがあったんでしょうね。
地方ストーリーでエルフが出ることがなくなったスサノオさん。敵としてスサノオさん。あらあら。まあ、味方になってくれた方がありがたい。でも進出シーン減るぞ、スサノオさん。見たい人は残念。人によって羽根、スサノオさん。そっちはまた別のゲームとかで見ればいいかと。私は遠慮しておきます。残念ぬスサノオさん。さあ EX だぞスサノオさん。怖いよ。私か。行くぜ。ライフセービングは、うん、力に溺れたわ。トラップ設置。ここは通行止めだ。初期配置で積む須佐野さん。私か。トラップせ。ここは通行止めだ。指示を出せ一人もの子さん。ほら、こっちだバカ野郎。リーサルインフェルノ猛炎一閃。私に任せて。かかってこーい。うらうら。私か。行くぜ。どりゃみんなしぎれちゃえ。ビリッといくよ。ビリッといくよ。私ここを守るわ。リーサル一斉。氷の刃で。仕方ないの。相手をしてやるのじゃ。本気で行くのじゃ。こっちだバカ野郎。困るの。リーサル一斉。みんなを守る。ここは父さん仕方ない。手伝って。みんなしげ。ビリッと行くよ。氷の刃で。ここがお前の墓標になる。
熱波でギロチンがダメージを受けるなぞ、スタノーさん。リーサルインフェルノ猛炎一閃。氷の刃で、ふっ、こっちだバカ野郎。一度下がるぞ。世の地区身の程知らずね。みんなしびれちゃえ。ほらほら、ビッと行くよ。みんなを守るの、本気で行くのじゃ。世の力ならばリーサルインフェルノ、この程度は弱っ。猛炎一閃。氷の刃で、リーサルインフェルノ、みんなしぎれちゃえ。応援一戦、ほら氷の刃で、みんなを守るの、ほらリーサルインフェルノ。ちなみにこの熱波スキルで他の天候に上書きできないスサノオさん。はっ、氷の刃で、みんなしげちゃえ。リーこっちだ、ほら。大抵ステージ転向ってそうですよね。ほら、氷の刃で、ほら、腹が減った。ここはと仕方、一度下がるぞ。リサルインフェルノ、ライフセービング、みんなしぎれちゃえ。こっちの転向が弱くなる悲しみ、スサノオさん。本気で行くのじゃ。勝利の外貨を我に捧げよう。ふう、なんとかクリア。ええ、ヨンがまだ残ってるよ、スサノオさん。次も怖いな。弓エルフも参戦、スサノオさん。や、ワオン、ワオン、ワオン。私か、ワオン、行くぜ。ワオン、私、ここを守るわ。燃えろ。ワオン、指示を出せ、一人も残さん。氷の刃で、スイミングワン、ご主人様のリーサルインフェルノ、猛炎一閃。からに溺れたわ。ここでトラップ設置だ。ここは通行止めだ。
燃えろ。こっちだバカ野郎。氷の刃でリーサルインフェルノ。私に任せて。猛炎一閃。私に任せて。かかってこーい。みんな死ぬぜ。うらー。燃えろー。どりゃー。ここは通さん。仕方ない、手伝って。氷の刃でリーサルインフェルノ。猛炎一閃。ここがお前の土俵になる。うら、こっちだバカ野郎。うら、燃えろ。みんなしびれちゃえ。リーサルインフェルノ。氷の刃で猛炎一閃。ここがお前の墓標になる。燃えろ。リーサルインフェルノ。氷の刃で応援一戦。このステージより明らかに3の方が難易度高い佐野さん。リーサルインフェルノ。燃えろ。応援一戦。氷の刃で。ここがお前の墓標になる。ふっ、みんな守るな。ビビッといくよ。みんなしぎれちゃえ。ビビッといくよ。リーサルインフェルノ。バカ野郎。燃えろ。猛炎一閃。氷の刃で。一度下がるぞ。世の力身の程知らずね。リーサルインフェルノ。妖艶一閃。この程度は容易よ。みんなしびれちゃえ。でみんなビビッといくよ。こっちだバカ野郎。リーサルインフェルノ。妖艶一閃。燃えろ。余裕だった佐野さん。当然だ。よかった。クリアできた。さあ変異ボスだね。にっこり佐野さん。シグマハウ。
ピーへの好感度が下がったスサノオさん。なんてこった。仕事は迅速にってことだね、スサノオさん。ミクさんが触手まみれに、スサノオさん。主人公災難だ。ハウマは？そして出てくる変異ボス、スサノオさん。なんだか面倒くさそうな予感が。私か？行くぜ！ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ようやく、お口は消毒だ、スサノオさん。やっぱり面倒そうだ、わら。どりゃあ、ここを守るわ。いや、どりゃあ、大丈夫、そこまで HP 攻撃的じゃないから。そのせんどりゃあ、どりゃあ、ライフセービング、どりゃあ、わお、リーサルインフェルノ、や、わお、応援一戦、わお、わお、私に任せて、かかってこーい。では、わお、わお、わお。ほらね、スサノオさん。余がいるのだ、当然だ。これがレベル上がっていくと、もっと大変に？
まあね、スサノオさん。マックスまでクリアできたぜ。すごい。おめマックス、スサノオさん。おめでとうです。実際、そこまで強くないよ、同社費、スサノオさん。終了まであと5分なのです。30分延長しました。さて落ちますわ、スサノオさん。お疲れ様です。おつ、スサノオさん。私か。行くぜ。どりゃあ。私ここに。どりゃあ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 。では吠えろ。指示を出せ。一人も残さん。氷の刃で。わお。ライフセービングワン。では。わお。では。リーサルインフェラー。やる。応援一戦。どりゃあ。力に溺れたわ。主人様。どりゃあ。みんな戻るよ。せい。私に任せて。かかってこい。燃えろ。氷の刃で。世の力。リーサルインフェルノ。みんなちぎれちゃえ。どりゃあ。どりゃあ。ビビッといくよ。世の力。どりゃあ。この程度は容易よ。やったじゃねえか、褒めてやるよ。
私か。行くぜ。ドリャーン。ここを守る。ドリャーン。ドリャーン。燃えろ。指示を出せ。一人も残さん。氷の刃で。わお。ライフセービングワン。わお。では。リーサルインフェルノ。では。わお。応援一戦。わお。では。空に溺れたわ。私に任せて。かかってこーい。ビリッといくよ。私か。行くぜ。私ここを守るわ。ドリャーン。燃えろ。指示を出す。一人も残さん。氷の刃で。では。ドリャーン。ご主人。ドリャーン。リーサルインフェルノ。防衛一戦。ドリャーン。なわお。ライフセービング。ドリャーン。ワオラップ設置だ。ここはうわー。セイヤー。燃えろ。炎が消える。ゴーレイサルインフェルノ。かかってこーい。こっちと一発耐えろ。ゴーレイ。セイ。みんなしげれちゃえ。ここはと仕方ない。手伝って。セイ。ビリッといくよ。ここがお前の墓標になる。私ここを守るわ。リーサルインフェルノ。一度下がるぞ。セイ。防衛一戦。氷の刃で相手を引き入れるぞ。ビリッといくよ。ビリッといくよ。本気でいくぞ。では。ではあれで電気が出ないよ。世の力。こっちはバカ野郎。身の程知らず。リーサルインフェルノ。セイ。燃えろ。私の刃で。この程度は容易よ。ではドリャーン。ドリャーン。ドリャーン。セイ。少しだけ褒めてほしいな。素晴らしいです。私か。行くぜ。私ここを守るわ。では燃えろ。ご主人ここで。氷の刃で。指示を出す。一人も残さん。みんなを守るわ。ドリャーン。ドリャーン。ドリャーン。わおー。
イーサルイーブル、スイングワン。では、力に溺れたわ。トラップ設置だ。ここは通行止めだ。燃えろ。私に任せ、かかってこい。氷の刃だな。みんな死ねてる。仕方ない、手伝って。スイングドキャー、イーサルインフェルノ。ドニャー、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 燃えろ。ドニャー、で、氷の刃でビッといくよ。一度下がるぞ。手を叩ない、相手を教えるのか。イーサルインフェルノ、ドニャー、防衛一戦、ドニャー、ドニャー、逃げちゃえ。あれ、電気が出ないよ。身の程知らず、燃えろ。氷の刃で。ゴラゴラ。世の力に。イサルインフェルノ。では防衛一戦。ドニャー。ドニャー。ドニャー。スイ。ドニャー。ドニャー。ふふん、よくやった。褒めてやるのじゃ。私か、行くぜ。ドリャン、ここでは燃えろ。ご主人様のタッグ、氷の刃で。では指示を出す。一人もの子さん、みんなを守るの。ドリャン、あー、ライフセービング。イサルインフェルノ、力に溺れたわ。防衛一戦。では、ドニャー、燃えろ。私に任せて、かかってこ。ビビッといくよ。で、氷の刃で。ここは一瞬のためだ。ビビッといくよ。みんなしびれちゃえ。ビビッといくよ。仕方ない。ドニャー、イサルインフェルノ。ドニャー、ドニャー、ドニャー、ここがお前の墓標になる。ドニャー、燃え、ドニャー、ドニャー。で、氷の刃で。一度下がるぞ。ビッといくよ。身の程知らずに。ではドニャー、ビッスイ。ビッといくよ。ビビッといくよ。みんなちぎれちゃえ。ゴラー、これで電気が出ないよ。相手をしてやるのか。ゴラー、燃えろ。ここは効かない。手伝って。ゴラー、ゴラー、ライフセービングは。一度下がるぞ。イサルインフェルノ、力に溺れたわ。ゴラー、防衛一戦。スイッ、スイッ、ゴラッ、ゴラッ。ここは操作仕方ない。スイッ、スイッ、スイッ。リーサルインフェルノ、スイッ。ここがお前の墓標になる。私に任せて、かかってこい。スイッ、スイッ、世の力フ見せて。身の程知らずに。みんなちぎれちゃえ。ゴラッ、ゴラッ。電気が出ない。私か、行くぜ。世の力ならまだまだ。このドニャー、燃えろ。ドニャー、スレンツーノーが本気で行くのじゃ。魔王ライフセービングワン。ワオワオワオ。一度下がるぞ。ワオ、私ここにいるわ。氷の刃で。私に任せて。ではかかってこい。ビビッといくよ。ビビッといくよ。世の力、身の程知らずに。みんなしぎれちゃえ。ここは操作仕方ない。手伝って。指示を出す。一人もの子さん、ビビッといくよ。ビビッといくよ。世の力、お前の墓標になる。容易よ。
リサルインフェルノ、セイ。これで終わりじゃないからな。さすがにマックスはダメだった。わら。私か？行くぜ。私、ここを守るわ。燃えろ！ドリャー！ドリャー！私に任せて！かかってこーい！氷の刃でってら。トラップ設置だ！ここは通行止めだ。世の力、身の程知らずね。
私か。行くぜ。私ここを守るわ。では、燃えろ。指示を出す、一人も残さん。氷の手は私に任せて。リサルインフェルノ、ドニャードニャー。一戦、体が動かないわ。どこじゃ。了解じゃ。せいせい炎せい森のよっせい。リサルインフェルノ、相手をしてやるのじゃ。防衛一戦、終わりでじゃ。私に任せて。ここは父さん、仕方ない、手伝って。くっ、一度下がるぞ。かかってこーい。ビビッといくよ。一人者、せいせい。主人様のためなら、ビビッといくよ。忘れんぞ、身の程知れちゃう。みんなすぎるぞ。元気が出ないよ。どこだ。了解じゃん。私か。いくっとにゃよ。トラップせ、ここは通行止めだ。うわぁ、力不足でごめんなさいなの。私では無理か。あとはキャラうまく別の使えばできるんだろうか。いらっしゃい。なんで、絶対損はしませんよ。はい、交換完了です。はい、交換完了です。はい、
交換完了です。はい、交換完了です。はい、交換完了です。さすがご主人様、お目が高い。こんばんは。ニョタ軍思ったより強くなかった。いらっしゃいです。私はマックスでダメでした。アテールで再出撃短縮バフかけ、まくりのゾンビプレイで終わりました。そんなこともできるのか。アテールオイとキャゼイン 40% 短縮されるからね。終了まであと5分なのです。30分延長しました。うおーい、ご主人、ちょい待ち。未だに名前とキャラ一致してない悲しみ、シャボーン。ごめんな、ご主人、追われてたんだよ。頼む、ちょっとだけ私と一緒にいてくれ。しつこいなあ。もうアデールってレアリティなんでしたっけ。
別に私は何もしてないんだけど、エテチアが競争しようってうるさいししつこいんだよ。ペガサス娘のスズとケンタウロス娘のエテチア、そして私で世界最速は誰だって競いたいんだってさ。フェニックス娘のレジェンドだよ、いたよ。さっき私競争とかそういうの興味ないじゃん。もうあ、私の代わりにご主人が走ればよくない？可愛いし。やだよやだやだ、私勝負とか興味ないし。ご主人こそ素直に乗っておきなって、このビッグウェーブに。だって私くっそ早いし、あのロビリスさんにも認められた足を持ってるし、ね、やったら絶対誰にも負けないし。そういえばさ、ご主人も早いんだろ？聞いたぞ、濡れたらピューってすぐ行っちゃうって。あ、そうだけど、それ以外に何かあんの？ロビリスさんがご主人を鍛えたんだろう？なかなか骨のあるやつだって褒めてた。ロビリスさんのしごきに耐えられるだけでもすごいって。なあ、ご主人の実力見せてくれよ。あ、なんなら競争しよっか。それはそれ、これはこれだって。ご主人は可愛いし、いい匂いもするじゃん。だからな、ほら、いいだろう。そっか、まあ私が一番早いけどさ、ワンチャンあるかもよ。ご主人、世界最速の私の実力も見てないのに諦めんなよ。あ、そうだ、私の実力ちょっと見せてやろうな。そうすれば勝負したくなるだろう。行くぞ、それ！私がご主人のイケソダ力を鍛えてるからな。楽しみだろ。そしてゲーム下に他のタワーディフェンスゲームが出てるけど。なんだなんだ、テンション低いじゃんか。どうしたん？話聞こうか。そう、私とロビリスさんのトレーニング、猫が好きな一人が来場しましたって聞いただけじゃん。アイリスはランス10とコラボ、お城は金書目録さんとコラボっぽいですね。そっかそっか、私ご主人に選ばれたのか。いやいや、照れる。今夜は私がバチバチに鍛えてるからな。ご主人ならすぐにセンシティブな展開に持っていけるぞ。よしよし、わかったわかった、早く聞きたいんだな。お年頃だな、ご主人は。それではプテリア先生の超絶モテテクレッスン1だぞ。
ご主人。ほら、夕日が沈むぞ。マジエモいよな。それな、結婚しよう。ご主人さあ、夕暮れに二人で海見てるってことはもういい関係なわけじゃん。先のことまで考えるのが普通だよね。ご主人、ひどい、ひどいぞ。私とは遊びだったんだ。いつでもポイント捨てる気なんだ。綺麗な着物を着せられた私は荷馬車に乗せられてドナドナと売り飛ばされるんだ。ち、気づいちゃったか。ご主人やるじゃん。それじゃあレッスン2な。ご主人、男には包容力ってのが大事だよな。ほらほら、ご主人もギューってしてみ。ご主人の包容力、いい。やばい、好きになった。結婚しよう。ご主人赤くなってかわいい。あー、もう私超絶かわいいご主人様に落とされちゃった。ご主人の反応だって爆速だけどな。おはよう、ご主人。いきなりひどいこと言われた？ああ、心配してくれたんだ。大丈夫、日焼け止めクリーム塗ってるもん。ダメでしょ。別にご主人が好きだから。
焼け止めクリームを使ってるのもずっとご主人と一緒にいたいからとかじゃないんだもん。そうじゃなくて嫌いとかじゃなくて、嫌いじゃなくて、むしろダメよ、あなた。まだ早いわ。もうちょっと待って。ボイスロイドが好きな一人が来場しました。いいじゃねえか。お前ももう我慢できないんだろ。いや、そんなに乱暴にしないで。お願い、もっと優しくして。もうトロトロじゃねえか。もっとかき回してやるぜ。いや、混ぜすぎはダメ。混ぜすぎたカレーは具材の火の通りが甘いの。夜までじっくりコトコト煮込んで。うるせえ。夜まで待ったらドロドロになっちまうだろうが、俺はシャキシャキ玉ねぎのサラサラカレーが好きなんだよ。昔はドロドロのカレーが好きだって言ってたのに、やっぱりあの女のカレーの方が好きなのね。ああ、何の話だ。おい、その包丁は何だ。ちょっと落ち着けよ。私が何も知らないとでも思った。昨晩もあの女とかっこ鍋をいきなりの展開。違う、誤解なんだ。話を聞いてくれ。あの女に取られるくらいなら、あなたをカレーの具にしてやる。怖いよ。やめろ。わあ、え、嘘、ご主人。ご主人ドールが。そう、こっちは私。おままごとを見られて、頑張って作ったドールも壊れちゃった。いいの？私、本物のご主人とおままごとしたかったの。ドールでしたかったこと、全部ご主人にしてもらうからね。じゃあ、さっきのやつ、最初からやるね。ダメよ、あなた。
さて、他のキャラストはまた別の機会に見よう。来場者数35名様、コメントご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。休憩後別のゲームを。お疲れ様です。